熊野江8月から1963年2月3日は日本の内務官僚、政治家、幹線群馬県知事、松江市長、旧姓、石倉、島根県出身、石倉家に生まれ熊野家の養子となる、松江中学校を経て第一高等学校を卒業、1913年11月、文館高等試験行政科試験に合格、九百十四年、 東京帝国大学法科大学政治学科を卒業。1915年、内務省に入省し、鹿児島県属となる。以後、鹿児島県警視、道県日置区長、道薩摩軍長道、道県理事官、和歌山県理事官、道農林課長、道地方課長、帝都復興委員機関、復興局書機関、聖地部所務課長、同洋地課長、愛知県書機 学務部長、大阪府書記官、学務部長、岐阜県書記官、内務部長、三重県書記官、総務部長などを歴任。1939年4月、群馬県知事に就任。1940年8月6日、伊岸面本館となり退官した。その後、大政翼3会中央協力会議員、産業組合中央会場無理事を務めた。戦後、 松江市長を1945年9月から1947年4月まで務め、第1回高選島根県知事選挙に出馬のため辞職した。その後、公職追放となる。1951年4月、松江市長に当選し市長を3期務めて死去するまで在任した。ありがとうございます。